Hello everyone! I am Yayoshino! よろしくお願いいたします。さあ、ということで、2024マイマクチャレンジカップラウンド3をやっていきたいと思います。ついに来ましたね。で、ディープフォレストライスベイとのことで、ここはもうね、エキシビションシリーズシーズン3で、あと一歩のところで、取れなかった舞台ですけれども、緊張どころですね、本当に。みんな油断できませんからね。しかも今回、なんか海外勢が多いんですけど。ということでやっていきたいと思います。では決勝でお会いいたしましょう。絶対いいタイム取ってやる。はい、いやー7番手スタートか。いやーきつい、この位置。ちょっと待って、まあその前にやりましょうか。周回数が20、燃費消耗とタイヤ守りと周回数ね。はい、周回数が20周で燃費が2倍、タイヤ摩耗が5倍で、最低ピットストップ回数がなしで、使用可能タイヤがミディアム、ソト、インターミデート、ヘビーウェイトで、ギブタイヤがミディアム、ソトとのことで、2つずつ履かなきゃいけないとのことで、どうしようかな。あえてちょっとレーシングミディアムにかけます。よし、ある記事でなんかタイヤになんかタイムの差がないとかって書かれてあったんですよ。なのでそれで仕掛けていこうかなと思います。ではいきます、レーススタート。2024マリマクチャラズカップラウンド3ディープフォレスト決勝です。よろしくお願いいたします。わあ、前は本当に強いメンツらばかりなのでね、どうやってか、あの作戦が通用するのか、いきます。7番手スタート、弥生のどういうレースが待ち受けているのか、どんなレースが待ち構えているのか、楽しみにしています。2024マリマクチャラズカップラウンド3ディープフォレスト行ってきます。3、2、1、スタート。最高にいいレースをしよう。あえてミディアムにかけていってみるというね、作戦で。さあ、無理してソフトを把握必要はないとかっていうふうに書かれていますけど、本当なのかどうか。前の方は慎重に追い抜いてやりたいところですですけれども、ちょっとペナルティーかからないよ。その前にまず私がかからなければならない、かからないでっていう話になるのですけど、この後ろにいた場合はRM にかけた方がいいのかもしれないと思っていきましたが、作戦が決まるかどうか。みんなは多分ね、レーシング外で行っているかと思いますので、おっと、これ巻き返せるのか。これなんか巻き返せそうな位置じゃない。ポジションを守っていきたいね。前に追い離されないためにも、なんとかしてここは抜け出していきたいところですけど、あっとペナルティーを出していった。いや、ファーストちょっと狙いに、ファーストっていうかもう本当に狙いに行きたいから、もう本気出していかないとまずいぜ。でも問題はピット作戦だ。1どこまであるんだこれ、全然見えない。
しょ。うまく入ったね。オッケーオッケー。いいぞいいぞ、ペースはいい調子。でもこの異常な遅さは何これ。4周目あっぶな。私のミディアムでだとこれ12周は持つんじゃないのかな。これペナルティがかかっている。猛烈で速いな。まあ仕方ない、前譲ってやりましょう。あまりタイヤこれ差がないのか。これ遠いからな。遠いから練習の成果は床の中発揮しないとまずい。今のところはいい感じだね。ただ後ろはペナルティも出しているから、まあまあこれはもう前の方に集中していきましょう。よし、こういうのやりたかった。デイリーレース B ではちょっとこれ失敗していますからね。うわー、ちょっと待って、何それ、一体何があったの、何、一体何があったのそれ。まあペース上がっていって1位いけないかな。これあんまり差がないのって本当だったんだ。これだったら、だったらいけるか。これよし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 、作戦通りか。ペナルティかからないで頼むよ。ここちょっと踏ん張り時だぞ GTR、 頼んだよ。ここでオーバーレベルするのもちょっと好都合だよね。そこで入ってきたか。やっぱ結構作戦バラバラなんだねこれね。カシム選手が今のところ1位か。ちょっとここ前に行ってみるか。いや、このままいけるかもしれない。じゃあ次の13周で入るか。いや、ペース落ちていくから何とも言えんな。さあ入ってみますか。どうだ。うまくいって
ってるのか、これは。一応最後の切り札として使えますけど。ここまで遠いか。さあ最後の切り札。後ろはコルベット。危ない。ここはもう下がります。ペナルティか。マジで、マジでこれ届かない。届かないか。相手も同じ作戦でいってるのか、これ。さああと5周か。マジで。いや、まだ。ややこしいな。相手の動きに惑わされるから、もうさっさかと出しちゃう。さっさか抜かす。今やらせない。ちょっとアウト側に大きく振って、こっちから行く。さすがに耐えきれないよな、それ。してきたな。でも壊れてはいない。ないからね、残念だったな。いや、ないかもしれないけど、何台ぐらい残ってる ?1、2、2台か。まだ来てんのか。
ここでバンブしてくるとはちょっと、なんかこれいつまでバンブしてるんだろうな、これなんかいけそうだよね、これね。相手の方タイヤきついはず。一つポジション抜かしたいんだけど、これなかなかしぶといな。ただ結構距離はね縮めてきてるんだよね。届くのかなこれ。あ、全然届くじゃん、全然届く、全然届くけど、ここから油断してはいけない。明らかに縮まってる。俺の方はね、 R35 はそっとだけど、おっとちょっと待って、こあんたはミディアムだろうけど、こっちはよし、レーシングソフトなんでね。今そう簡単には痩せない。よし、ちょっと作戦うまくいったのかな、これ。見て、そっといい、最後にそっと残しておくの意味あったんだ、ちょっとだけだけど。ほんの少しのひとときでしたけど、まあうまく、うまく、こう、作戦、いったんじゃありませんで、いったのではありませんでしょうか。ペナルティ羽の蹴ったのかもしれない。はい、というわけで、2024マニュファクチャラーズカップラウンド3をやっていきました。GTR でね、こう、うまく、こう、なんだろうな、7番手スタートから、こう、どうしようかなって作戦切り替えて、まあ、RM、なんかレーシングミディアムの方が、こう、差がないとかっていう風に書かれてあったんですよ。なのでその作戦で行こうかと思って RM でにかけてみたんですけど、ほんのひとときでしたけれども、作戦はどうやら成功したみたいな感じのようだね。まあ、大成功はファーストは取れたらみたいな感じだったんですけど、 RS のところでミンディアムに崩しちゃったのと、予選で、ね、失敗してしまったのもあってね、こうまあ半々ってところだったのかな。3月の忘れ物はやっぱり取り戻せず終わってしまったような感じになってしまったか。まあとは言いましてもね、まあ、このあと、まあ、4レース、このあとね、第4レース、第4戦が待ち構えていますので、第4戦はね、あの日本のコース鈴鹿などで、あ、やっぱりここをなんとか練習時間を大きく費やして勝ちに行きたいところですけれども、雨が降りそうなわけなのですよね。まあ、合っていますね、こちらでね。はい、ラウンド4は鈴鹿サーキットとのことで、まあ、こ
ここはね、なんかバランスよくやれるような感じで、鈴鹿だったら狙えるみたいな感じのことをね、おっしゃっみたいな感じのことを YouTube の動画で見て、まあ、YouTube か配信のところとかで見ましたので、ここ鈴鹿サーキットは私の GTR は頑張り取りたいところですけれどもね、ここはね9月18日に、挑んだところなんですけども、予選ですごく悔しい思いをした場所なので、なんと、いや、全力で行きたいなと思っております。でディープフォレストレスウェイね、まあ、今回、まあ、ほんのひとときでしたけれども、作戦はほんのひとときでしたけれども、 RM、RS が多分これファースト行った時とかは多分差がないから、あんまり僕難しいかもしれない、ファーストを取るのってね。レーシングミディアムとかでさ、ファーストを取りに行ったっていう方がいるとなれば、まずちょっと取るのは難しいっていうところかな。でもほんのひと時でしたけれども、うまく決まってスカッとしたなっていう感じであります。まあ、ペナルティはありましたけれども、正直嬉しい、ちょっとほんのひと時ですけれども嬉しかったと思っています。ラウンド4の鈴鹿サーキット、ここ日本のコースなので、私自身ものすごく勝ちたいなと思うところがあったりとかして、まあいいレースにしたいのと、私の持てる最低限の力を使い切って鈴鹿サーキットは勝ちたいなと思います。いや、勝ちを狙いに行きたいなと思いますけど、まあ富士スピードウェイは必ず取りたいからね、ここだけは、ね、取りたいので、うまく緊張をほぐせるように、そしてファーストを狙えるようにやりたいなと思います。すべてのレース楽しみにしています。Thank you for watching. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録&グッドボタンをチェックよろしくお願いいたします。X& Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたします。光の下地、また会おう。See you again on the next stage. See you.